こんにちは。今日のニュースですね。まん延防止、ディズニーシー本日から時短ということで、千葉県浦安市に、本日から、まん延防止等重点措置が、適用されることを受けて、東京ディズニーシーは営業時間を短縮すると発表しましたと。オリエンタルランドによりますと、現在東京ディズニーシーは午前9時から午後9時まで時間営業していますが、まん延防止等重点措置の適用を受け、本日から来月の11日まで、閉園時間を午後8時までにするということです。東京ディズニーランドの閉園時間はすでに、午後8時までとなっていて変わりませんと。ディズニーランドが午後8時までとなっていて、ディズニーシーは9時、午後9時までだったのを8時にしますということで、ある意味、統一しましょうということなんでしょうね。で、また、パークごとの入場宣言を原則1日5000までに制限を強化していますが、すでにチケットを、購入した人は入場できるということです。一方、東京ディズニーランドでは19日から、およそ1年2ヶ月ぶりに昼のパレードが再開されました。観客の距離を空け、ダンサーが出演しないなど感染予防対策を実施したということです。ということで、本日からね、ディズニーシーが時短ですね。9時から8時までということなんですけれども、ディズニーね、本当にこれね、よくね、されてるなぁとは思うんですけどもね、影響を受ける業界、産業っていうのが、エンタメ、生活のそのインフラから遠い産業ほどやっぱりダメージが大きいのかなと実感していて、エンタメとかね、レジャーとか、必要な時はね、来るんでしょうけど、インフラから遠い産業でなのかなと思いますしね。もちろんこういう業界とかね、大事だとは思うんですけども、どんどんね、これからね、厳しくなっていくのかなとは思うんですけどね。より、ディズニーはあれですけどもね、他の、とことかも、午後のその9時から8時閉店になったということなんですけども、これでなんか、1時間閉園になったから行くのやめようっていう人が、どれだけね、まずいるのかなと。そもそもディズニー自体がそのね、チケットを制限して、販売してるので、時短にしたところで、人はね、変わんないので、密集ではね、ないですしね。あとは、ランドが、ディズニーランドが8時になっていたので、一緒にする必要があるのかということで、逆にその駅ですよね、舞浜駅がね、混んでしまったら、ね、本末転倒もいいところですしね。以前はなんかスポーツジムがなんか時短をした影響で会員がそこになんか集中しちゃって余計に密になったっていう ニュースも聞いたことありますけどね。スーパーマーケットの時短も謎ですよね。スーパー買い物に行くところなので、なんかその分ね、時短にしたら、お客さんが集中になっちゃいますからね。人流の抑制とはね、どうなんだろう。人流の抑制っていう目的のためにやっぱ時短っていう手段を取ってしまったために、その時間までは逆に OK ですよというのを、その自分のね、都合のよく解釈する人が、いて、それがその人流を密にさせてしまっているのではないのかなとは思うんですけども、通勤ね、電車もね、今ね、混んでますしね。通勤電車自体は
ね、ほとんど喋れない人がね、多いので、ですけども、そのディズニーの帰りのお客さんっていうのは、まあ、やっぱテンション高くなっちゃいますし、まあ、友達同士で行っちゃうと、それは喋るでしょうと、ね、遊園地帰りでテンション高くなっちゃうと、まあ、喋ってる人が多いと。で、そうなると、時短をして密集させるのも、それは、それでどうなのっていうところ、時短の効果ってどれだけあんだろうっていうことですよね。それでもやっぱ営業していたら、ね、行く人は行くし、ね、行ったら食事もね、して帰ってくると思うんですけども、まあ、中途半端にね、そのまん延防止して、感染拡大を長引かせると、体力のないね、業種だけが潰れていくのかなと。で、多くのその業種が痛みを分けて、一気にその今ね、話題になってますけど、緊急事態宣言を出そうが、短期間で収束して、特定の業種へのダメージが少ないのかなとは思うんですけどもね。その時短っていうのがね、謎っていうか、なんかその効果がね、具体的になんかデータで出てるなら納得いくんですけど、今んとこそういうのもね、ないですし、で、民間にはその負担をね、強いておいて、オリンピックは開催する気でっていうのがどうなのっていうところありますよね。まあ、ディズニーに関しては、今回のディズニーシーに関しては、まあね、時短したからって入場料が安くなるわけでもないですし、でその時間以外が、まあね、ウイルスが加減、ね、発生してるわけでもないと、まあ、早く終わる分、まあ、分散、ね、しなくて、むしろ電車とかその食堂とかがなんか密になんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、改めて何のための時短なのかが一つもわからないなという、ニュースでした。ということで、本日のニュースをお渡しします。本日のニュース、ためになったということ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。次のニュースでお会いしましょう。さようなら。